にしようかな。私は錬金術師だから、錬金術を使ったお手伝いとかかな。その錬金術もお母さんから教わっただけでまだまだなんですけどね。これでよし、忘れ物もなし。それじゃあ出発。あ、ペパーミントちゃん、それに皆さんも、今からアカデミーの周りを調査するところなんです。思う存分できるんですけど、今度は開発班のお仕事を忘れちゃいそうだなって思いまして、練習も兼ねて調査しようかと。調査がお仕事？はい、開発班のお仕事の一つです。
未開発地方特別調査局コルセート支部っていうお役所があって、その中に開発班があるんですよ。コルセートって私の世界では辺境の町なんですけど、そういう地方を住みよくするお手伝いとか、周辺の地域や遺跡の調査をしてるんです。要チェックですね。オルビウス地方はリンゴの名産地っと。これでよし。さあ、次の場所に向かいましょう。離れたところにある遺跡で、その遺跡が丸ごと空に浮かんでるんです。はい、それで誰もたどり着いたことがないから未踏遺跡って呼ばれてるんですよ。私もずーっと憧れてるんです。だからその夢を叶えるためにも錬金術を頑張ろうって思ってるんです。
ですか？ありがとう。よーし、もっともっと頑張るぞ。クエストクリアです。どの依頼にしようかな。調合するのは同じなのに、どうしてこんなにやり方が違うのかな。錬金術家の皆さんはこんなに難しいことを簡単にできるんですね。そんなに違うの？全然違いますよ。違いすぎてもう。私の場合はなんとなく材料を入れて釜をぐるぐるってする感じなんです。だからきっちり分量を確かめてレシピ通りに作るやり方って慣れてなくてちょっと大変で。私の後ろに何か。これは昔、お母さんが作ってくれたものなんです。
私もこの尻尾の作り方は知らないんです。どうして動くのかもよくわからないんですよね。依頼されたものなんですけど、作ってるうちにお腹が空いてきて、ほんのちょっと味見をって思ってたら数が足りなくなっちゃったんです。しかも材料も切らしちゃったし、ふふ、私のバカ。落ち着こう。はい、落ち着きます。まずは深呼吸。はあはあ、とにかく作り直すにしても材料集めからですね。材料と、うわっ、ありがとうございます。なんとか無事に完成しました。
皆さんのおかげで少し多めにお菓子が作れたんですよ。よかったら皆さんも食べてください。本当に美味しいね。そう言ってもらえるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。